大人は英語をやるなら武田です。 English TOEIC 900点を目指す人向け2024年版おすすめ教材、はい、900点ですからね、はい、なかなか高いレベルになりますが、まあ、やっぱりキンフレですね、単語帳は、はい、そちらやっていただきました。あ、もちろんキンのセンテンスでもいいですけど、うん、はい、やっていただきまして、まあ、ここからですね、どうなっていくのかですが、まず文法に関しては、まあ、トイック選んであるテスト990点獲得パート5 and 6難問模試と、はい、非常に難しいやつでございます。もちろんね、まだまだちゃんと、ね、文法は身についてないんです。英語はできるんだけどっていうんだったら金のデル戦ですね、うん、デル戦なんかで戻ってやってもらうのもいいと思います、うん、そして900点特急ですね、はい、はい、パート5 and 6っていうのがありますので、うん、まあ、そちらも、一緒にやってもらえればいいかなと思いますね、はい、僕が990点を取るきっかけになった参考書ですね、はい、そうです、はい、でまあ、総合対策本としては、800点プラスですね、うん、まあ、模試の解説なんかついてなくてももういけるでしょうっていう感じですね、はい、公式のやつですね、はいはい、で、リスニングに関してはパート1、2特急ですね、はい、難関対策ドリルっていうのがありますので、はい、まあ、2つ出てますので1と2とです、うん、はい、どちらもまあやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね、うん、で他リーディングに関しては、はい、いわゆるリーディングの速読演習ですね、うん、はい、公式教材が出ていますし、で他にも、まあ、極めろリーディング回答力ですね、はいはい、分厚いやつですね、はいはい、大量の問題を解きたいっていうんだったら、はい、まあ、そちらでもらえればなと思います、うん、そして、模試ですね、さまざまな模試ありますので、はい、そちらは公式教材の10からこう遡るっていう感じですね、うん、やっていってもらって、まあ、5つでも6つでも好きなだけ解いてくださいという感じで、はい、でその後で生鮮模試の総合のやつですね、うん、はいはい、オレンジのやつがありますので、はいはい、でまあ、もうそれも終わっちゃったよとかって言うんだったらいろいろとありますので、それのバージョンですね、リスニングだけのやつとかリーディングだけのやつもありますし、うんうん、その他800点のところで紹介したもう全部模試できちゃったんだよって言うんだったら、600問プラスだったりとか 200% 活用模試なんかもありますんで、うん、それらを活用してもらえればいいんじゃないかなと思いますね、はい、他にも難しいやつとしてリーディングのところにあるんですけど990点獲得最強パート7模試っていうのがありますので、こちらですね、難問だと思いますが、そうですね、これも難しいですよね、はい、うん、ぜひ挑戦してもらえればいいんじゃないかなと思いますね、はい、結構厄介だと思いますけど、うん、900点取るためにはこの自分の点数取れてないところをねちゃんと潰していく必要があると思うので、全部やらなくてもいける人はいけちゃうと思います、ね、そうですね、うん、なんで全部やらなくてもここが苦手なんだみたいなところをね、今紹介した参考書の中から選んでそこから潰していくっていうやり方もありかもしれません。そうですね、うん、あとは生鮮模試の56とかも新しく出てますんで、うん、はい、そちら文法の補強に使うのもいいかなと思いますね、うん、そうですね、900点取るのはねなかなか大変ですけどね、はい、これだけの参考書をちゃんと完璧にしたらまあ全然余裕で取れるとは思うんですけど、はい、なんでぜひともそれで目指してください、はい、大変ですよ、900点ってなかなか。そうですね、あとねそれぞれの参考書についてもね過去にいろんな動画で紹介してますんで、使い方わかんないよとかね、公式問題集どうやったらいいのとかね、うん、そういうのも出てるので、よかったら武田塾イングリッシュチャンネルね、チャンネル登録もしていただいて、はい、わかんないことあったらコメント欄でぜひ質問してください、はい。